ただいまより平成27年度茨城県立土浦第一高等学校卒業証書吉田悟り。表彰状吉田悟り。昭和5年9月26日生まれ。自分以外の人でも物でも皆自分に何かを教えてくれる先生であると、そういうふうな意味です。吉田さんは生徒の一人ではありますが、私たち教師にとって、また共に机を並べたクラスメートにとって、まさに人生の師であったと思います。私たちは学ぶことの大切さを教えていただきました。人間は何歳になっても迷います。生き方に迷ったら勉強しようと思いました。若い人たちが学ぶ環境に身を置き、さまざまな教科を新鮮な視点で学びたいと思いました。卒業生一同、これからさまざまな困難に立ち向かうに違いありません。しかし自主共同責任の校訓を胸に、辛くても耐え、これからも精進を続けてまいります。